こんにちは。ゆっくり。霊夢です。マリサです。今日も2人で明るく、リラックスして、動画の方をやっていきたいと思いますが、今日のテーマは、今日の一歩に、自分が、丸をあげる。お蕎麦に一味を入れすぎて、辛すぎて失敗したうぷ主とは思えない、注目の内容ね。皆さんゆっくりしていってね。まずはこちらのスライドを見てほしい。仕事をしていると、当然のことながら疲れは溜まってしまうもんだぜ。そうだねー。頑張った時ほど疲れは溜まるし、遊んでいても疲れるものね。特に支援者は、社会正義的な部分もあるため、時には自分のキャパを飛び越えてでも、立ち向かう場面もあるんだぜ。過去の防災白書の中にも、支援者の支援についても記述があったよね。こういう場合何を軸にしたら良いのかな？今週はめちゃめちゃ頑張ったー。という時に、うぷ主が必ずやっていることがあるらしい。どんなことをしていたとしても、無事に夜を迎えた時には、今日も一日よく頑張ったと、今日進んだ一歩分に、大きな丸と一緒に、ご褒美を。そして、明日も最高の自分で、またまた大活躍していきましょう。いつも頑張っている皆さんを、陰ながら応援しています。頑張った後の褒美は大切。ということで、今日もうぷ主大好きローソンさんの、クイニーアマン、キャラメリゼ？されたところの香ばしさと、芳醇なバターテイストがたまらない一品。うぷ主は見つけ次第購入するそうです。もしよかったらぜひ。今日も最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、応援コメント、いただけますと大変励みになります。よろしくお願いいたします。寒暖の差が激しい日々が続きますと、知らぬ間に体に負担がかかるものです。どうぞお体ご自愛くださいませ。それでは皆さんまた別の動画でお会いしましょう。まったねー。